現代社会が混迷を極めんとする中、今こそ立ち上がれ商工会青年部よ。寒河江の未来に何を見るのさ。はい、私は都業委員長をさせていただいている石川と申します。よろしくお願いいたします。カニ、あ、カニ、カニ、カニついてね、カニついてカニついてカニついて都業副委員長のカノです。よろしくお願いします。今日もさっきまで練習されて、はい、したということで担いできました。もう結構何時間ぐらい担いで？4時間半ぐらいですね。おお、いいすぎる。そんなに？何時間？ないないない、絶対ない。4時ぐらいかな？よった、うん、いや、気持ちは気持ちは仕事は5時まで。仕事は5時までしないもんな。どうしよう。全部こう出て何人ぐらいのこう担ぎ手さんなんでしょう。東京ドーム20分。それはちょっとなんか嘘だね。寒河江工業の見越してまだあるんですかっていうことなんですけど、はい、毎年レベルアップして出てきてます。はい、なんかモニターついてますよね。ついてモニターついてます。はい、何直してんの。なんすかね、わかんないです。なんだろう、真面目な。真面目な。まあ何流してるかも皆さんの目で見ていただいて。超楽しい。たまった。喋りしゃべりだ。喋りだ。25倍はないね、やっぱね。どんどんね。ちょっと言い過ぎた。下がし埋まっちゃうけど。飛び込みはできないか。飛び込みます。で、飛び込みも OK。大丈夫ですよ。飛び込み。大丈夫です。出たらいいんじゃね。俺委員長じゃないもん。飛び込み、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 大事なかすごい高い。それ、そこら辺はあの今日の青年部のブログに詳しく載っていますので、ぜひご覧ください。そうですね、はい。もう終わりですか。まだまだですよ。もう一人ね、ちょっと気合入ってる人いるんだけど、完全に過去バチバチですね。ちょっと青年部と、青年部とは程遠い、ね、実はね、青年部がもう一人いて。そうなんですよ、ね、ちょ、一見見たらセグハラに。このみんな服着てる中で唯一服着てないっていう露出多いね。でも伝統的なかっこいいっすよね。今日俺仕事行く時あれなんですよ、ロックマチ公民館で見たんですけど、この格好かっこいいな。ちょっと早く出てよ。出てよ。はい、実は我が和歌装置委員会の副委員長でございます。庄司大地さんでございます。あ、やめてっす。あ、ちなみにこのやっこさんは、明日も見れます。明日も寒河江市内でうろちょろちょろ最低だ。うろちょろ、ちょっと確かに、まあ、ハイハイしてる、ね、ちょっとパッタイ不審者だからね。まずさんからには、あれですか、18日ももちろんうろちょろされる。うろちょろしてますね、みこしの前でちょこちょこと。みこしどうなんですかね。みこしはうろちょろって。チョコマカ、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 ガチャガチャ、チョコマカ、ガチャガチャ、ドクドじゃあまあそろそろというか最後にですね、はい、最終的には開館前の前期一斉投票、子供さんもありますので、はい、ぜひ、はい、そこが一番の見どころかと思います。はい、うろちょろしないように気をつけます。気をつけます。あ、僕ら多分あれです、みこしの時うろちょろしてますんで、本当にぜひ石川委員長が男泣きする大事かな。かな。最後まで喋んなってってる。じゃあ呼ぶなっちゃうね。そもそも。じゃあ今日はお忙しい中ということで、はい、本当にありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱり最後まで。